皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは未来年表2というテーマでお届けいたします。以前こちらの方をですね、紹介したことがあります。未来年表ですね、人口減少日本でこれから起こることというですね、こういった本を半年以上前かな、おそらく紹介してるんですね。で、これ表紙も書いてありますけど、直近で起こりそうなことはですね、なんと2020年、女性の半数が50歳以上ですからね。いいですか ?2 人に1人が50歳以上ってことです。で、2024年、全国民の3人に1人が65歳以上。で、さらに2027年は、輸血用の血液が不足すると。で、2033年、家3軒に対して1軒が空き家になると。まあ、その他いろいろありますよね。あ、もう一個重要なのが、2033年、39年には火葬場が不足する。まあ、こんなところがね、こちらの方に書いてあったんです。そのですね、続きで、2が出ましたね。人口減少日本で新たに起こることということで、2が出たんですけども、1よりもですね、さらにどのような減少が起こるかっていうのを具体的に書いてあります。これ表紙にもこう書いてありますけど、高齢者が高齢化して街に溢れる。想像するとどんな感じかな。少子高齢化で、灯油難民が続出するってありますよね。さらにですね、やる気のない万年平社員の急増。親が亡くなると地方銀行が消滅。東京や大阪の繁華街に幽霊屋敷が出現。デパートの売り場が大混乱ね。まあその他にもですね、働けるうちは働くとか、一人で二つ以上の仕事をする。家の中をコンパクト化する。年金受注開始年齢を繰り下げるとかね、いろんなことがですね、ものすごく書いてあるんですよ。非常に具体的で興味深いです。でね、僕が一番こう、なるほどっていうか、なんだこれはって思ったのがあって、ちょっと紹介したいんですけど、あ、ここだ。意味わかんないね。亡くなる人が増えるとスズメバチに襲われるとかね、興味深いタイトルでしょ。うん、こんなのがあったりとか、ネット通販が普及して商品が届かなくなる。なんとなくこれは予想できますよね。あとね、高齢女性の万引きが刑務所を介護施設にする。まあ、とにかく強烈な感じなんですよ。そして具体的であるということから、ぜひですね、このことが実現するかどうかはわかりませんけども、もちろんこういったものが出ると抑止作用が働くので、一概にこうなるとは限りませんけど、このままほっとくと、こういうことが起こるというのでですね、ぜひビジネスマン、そして経営者であれば、読んでおいて損はないとは思います。自分の10年後、20年後をですね、これを読んで、どんな感じになるのかなっていうですね、ライフプランを作るのもいいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。